高根島、高根島は、日本の瀬戸内海中部にある、芸与諸島の島の一つで、広島県尾道市に属す島である。島には高事図の山が二つあり、四里の小島に、高根があるという言葉が島の名の由来となっている。かつては、高根島、高根島と表記されていたが、名前を改め高根島となった。また、芸尾国軍市には、 カウショウウラという記述が見られる。これが、高根島のことであれば、コーネと読むことができ、発音としては、コーネであるという頃は、容易に推察できる。なお、島内の小技に、うね、うね、うねがある。みかんを、おもとした、柑橘類の栽培が盛んである。島の西岸は、青と瀬戸で、本州、三原市津波町、三原市、西崎町と隔たれ、東南岸から、 瀬戸田水道を挟んだ向かいには、陸地島があり、両島は、高根を橋、延長に百五メートルで結ばれている。立領国としては、隣接の陸地島と共に、秋国に属し、豊田郡であった。江戸時代は、その諸島を除き、広島浅野領で、三原浅野画老支配下である。市町村西港までは、近隣の瀬戸田町、沢村、四方の原村、中野村、 福田村などとは異なり尊名はなく、高根島であった。伝承に七軒別位というものがあり、高根島に最初に居住したのはこの七軒とされる。天福寺、島内の公費では、天福寺という廃寺があったとされるが、芸藩通史の地図には、後という字はなく小アザノンが載っている、寺屋敷、使い石が遺構として残る、新館寺という障子付近に七軒のほとんどが住んでいたとされる。 実際には、江戸期はこの障子付近に数箇所はいた地区で居住していた。現在は農地や別の一族の住居となっており、規定が困難。高根島、戸数百二十九戸、民農余り、再起こりまた延伝なり。1889年、明治二十二年の市町村聖志工事には、高根島村として一島一村、出会ったが、1944年、 昭和19年に瀬戸田町と対東合併。2006年、平成18年1月10日には、因島市と共に、小野道市に編入される。高根島の集落は、歴史的に島の東岸部特に、瀬戸田水道沿いに集中し、西岸部には、別荘と思われる建物以外の住居は現在は存在しない。かつて西岸部の農地は後、現、 三原市西崎町の地の住民が所有、農船を乗り付けて工作していたためという、当時は農機具を納める納屋を兼ねた小屋がありききょしていたものもいたというが、最後の人別に高根島の住民としては記載がなかった。大正昭和初期に高根住民が西岸部の農地を完全に取得した、後も整備された道路がないため東岸部から農船を利用して工作を行っていた結果胸残り、 隠居として利用する者もいたが、島一周の沿岸道路や、農道の整備、バタンコの登場によって東岸部へと今日移していった。この他島の北部の内の裏に、東岸南部から農地開拓で転居した住居が存在している。これは、地理的に内の裏へ向かうには、昭和20年代に、工術の高根水道ができるまでは、農船を利用する外は、高根水道の上の峠を、 つづら折りの小道で越えるか干潮時に、今の高根灯台下を経由する海浜を進むしかなく、帰って島南部から昇時天福寺を経由して、高根山と竜王山の間の峠を通り道が一番の近道で主要なルートであったためである。うちの裏の奥、島中央部までみかん畑が広がっているのはこのためで、あるが、現在は峠周辺の離道が車道としては未開発のため、 高根水道橋となり、近年は採用部の農地から耕作放棄されている。産業は柑橘類の栽培が主観であるが、ここでは過去の産業についても記載をする。柑橘栽培の農業が主観産業であり、住民の8割はこれに携わっている。温州みかんの生産が始まるまでは、除虫肉、タバコ、麦などを生産していた。昭和初期までは、 水田もあったが、夏季の香水量が少ないことから、生産量が乏しく早々に入ったシみかんに転換している。昭和20年代から40年代は、文州みかん、和製品種の一大産地として、東京県、関西圏、京都市場に出荷され、なお馳せていた。このため、高根農協として単独で、島内に鮮果場を持つなど有力農協であったが、 国策による農協の合併の流れから、瀬戸田農協に組み込まれた。なお、前述の通り東京、関西圏が主要な市場であったため、同じ県内の広島市にはあまり名が知られていない。昭和50年代までは、同品種が主品目であったが、現在は多様な品種、増管類を栽培しておりこれといった品種は存在しない。 瀬戸内の柑橘畑の特徴としては山頂まで続く、急瞬内湿みの段々畑が有名であるが、高根島では標高100メートルあたりで農地が終端を迎えており、その終端部でも湿みの段々畑になっていない、農や農地の高低差回避のための湿みはある。古くは、採量の記録があるものの、柑橘栽培が盛んであったため、 漁業権に興味がなかったのか設定されていない。このため、昭和末期から平成初期に起こった海佐過剰採取問題の際には沿岸土砂流出被害を受けたものの漁業保証金による保証は一切受けていない。空中写真左下のオイルフェンスに囲まれた海域とその上部海域は海佐過剰採取からの海底回復事業の区域で港湾春節により発生した土砂を投入してた。 瀬戸田漁協の組合委員はいるが、係留されている小型船は遊興用である。塩田があったが、生産量が乏しかったためか。最後まで、入浜式塩田が残った地域としては珍しく、昭和初期には廃田となっており、柑橘類の栽培が盛んになった。昭和期には埋め立てられて農地に転用された。島北部、内の裏に造船所で組み立てられる、ブロック。 船舶部材を製造している鉄工所が存在する。風化加工岩地質が主に占める標準的瀬戸内気候の土地である。下記に雨量が少ない。一周十一キロメートルに満たない島としては高い。山を持つこと、穏やかな気候と海面からの強い反射光を生かし品性の高いみかんを生産することから、昭和中頃には柑橘の名産地として全国に名を馳せた。 島内に二つの山脈がある。前述の山に挟まれる形で、三里の島に四里の谷、と言われるほど、十一キロメートルの島としては大きな谷がある。うちの浦谷という。高根大橋は、瀬戸内海の瀬戸田水道に架けられた高根島と、陸地島を結ぶ道路橋で、小野道市道、高根大橋線の橋である。広島県の 高根地区団体営農道整備事業により建設され、1970年昭和45年7月27日に開通。両端を固定したアーチリブに支持される中地式ローゼ橋を採用し、公共のソリッドリブ固定アーチ橋は、当時の日本では前例のない形式であった。柑橘類の栽培が盛んな高根島にちなみ、橋の色は柑橘系の色が採用されている。 現在、一般剣道に準じた耐震補強工事を実施しており美しい姿はしばらく見られない。うちの裏トンネルは島を一周する広島剣道3 7十号高根島線のトンネルである。1952年、昭和27年に素掘りのトンネルとして開通。2014年、平成26年6月から拡幅工事に着手し、2015年、 平成27年7月にコンクリート作りのトンネル、延長111メートル、福音4メートルとして、改修完了。海側の入り口から出口を見ると、みかんさんの緑色。山側の入り口から出口を見ると、海の青色。対比が美しい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。